はいどうもちゃー、ササイアンです。今回も引き続き熱海の盛り土流出事故被害者の会で代表してらっしゃる会長の瀬下さんへの電話インタビュー後半戦をやっていきたいと思います。前半よりもさらにキワキワな情報を出していきますよ。だらしのない国会議員や市議会議員の動き、そして意思疎通が図られていない静岡県と熱海市、この2つの行政の低たらく、なんじゃそれっていうお話をね、全部ひっくるめてお伝えしていきます。僕のしゃべりを聞いて目のつけた方がいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速後半の電話インタビューをどうぞ。合同ヒアリングそのものについてちょっとお尋ねしたいんですけども、はい、まずその合同ヒアリングを行った後ですね、はい、国だとか国会議員の方々から何か動き、こういう新しい動きをしてますだとか、そういったお話っていうのは届いてますでしょうか。はまだないですね。例えばですね、はい、その地元の静岡ロックだと、はい、渡辺衆衆院議員いらっしゃいますけども、あの方は具体的に何、どう動いてくれたんでしょうかね。今のところはないですね。9月のですね、はい、15日って言ってたと思うんですけれども、はい、まず市議会があるんですけども、はい、その中で渡辺衆さんと仲いいというか、橋本和美さんっていう議員、市議がいらっしゃるんですね、はい、でこの方はもともと斉藤市長を、まあ、お慕いして、ずっとこうなんていうんですかね、斉藤市長一派という形でやってこられたんですけれども、はい、その方が、まあ、今回の斉藤市長の対応にはともう怒りを覚えてるっていうことで、はい、いろいろ百条委員会の設置ですとかっていうことは、まあ、提言するっていうようなことは言ってますけれども、まあ、それが果たして渡辺さんの意向なのかどうかっていうのはちょっと別かなっていうふうに思ってまして、渡辺衆さんとしては特にはまだないと思いますね、動きは。それからもう一つですね、はい、同じロックで言いますと、勝又議員という方が、まあ、これ比例で、自民党でいらっしゃいますけども、この方もまあ基本的には地元なわけですよね。はいはい。この方の動きはどうなんでしょうか。特にないですね。って言いますのが、はい、一回その勝又議員 の、 第一秘書と私電話でやり取りしたことあるんですけど、はい、要望を具体的にまとめてほしいっていうようなやり取りで、まあ、私も、まあ、そこはもうめんどくさいんでですね、スルーしちゃったっていうところがあるんですけれども、はい、まあ、具体的にじゃなくて、会に顔出したりとか、いろいろこうその説明会に顔出したりすればいいんじゃないっていうような感じで、まあ、私はそのまま放置しちゃったっていうところなんですが、つまり、はい、勝又議員は被害者の会のその集まりに一度も顔を出していないし、はい、あるいはその熱海市主催でやっている先ほどその説明会ですか、はいはい、あの辺にも顔を出していないということなんでしょうかね。出してないですね。いや、これちょっとよくわかんないですね。今その説明会の方に顔を出してくれたのは、まあ、第3回の時にその渡辺衆さんと、はい、橋本市議ですね、はい、それとあと被害者の会の会合とかに顔を出してくれたのは米山市議と稲村市議。なるほど。で私これ今地元の人たちの、まあ、認識なんですけれども、まあ、橋本市議と、米山市議と稲村市議は被害者側だろうと、はい、で今回そのでそれ以外はちょっともうわからないなっていうところでして、市議さんっていっぱいいらっしゃるわけですよね、はい、いらっしゃいますけれども、なんていうんですかね、市長擁護派みたいなのと、はい、ちょっと被害者救援しなきゃねっていう派には少し分かれてるんですね。まあ、超党派でこう今回いい人悪い人みたいな見方になってるんですけども、我々としては、まあ、本当に信頼できるのはその 3人ぐらいかなって今思ってます。これもちょっと信じられない話ですね。はい、まあ、要するにその、市議の今ね、お名前上がった3人の市議は、はい、まあ、個別の活動として、はい、まあ、なるべくサポートしましょうと、はい、お話を聞きましょうというような動きはしているけれども、はい、それ以外の方に関して言うと、はい、あんまりそのサポートに乗り気でないというか。そうですね。はい、新幹線ビルディングの、はい、天野さんの弁護士、それと、はい、麦島さんの方の弁護士ですね。こちら、ね、まあ、おそらく麦島さんの方の弁護士にはコンタクトは取れてると思うんですが、
はい、天野さんの方ってコンタクト取れてるんでしょうかね。いや、本人逃げちゃってるみたいですね。なので弁護士ともあまり弁護士は分からないっていうような、本人と話してないので分からないっていうことを言ってますね。つまりですから、麦島さんの弁護士さんに相談は、まあ、相談というかコンタクトを取った、まあ、電話はつながって話はできるけれども、その向こうにいる本人とコンタクトが取れていないということなんですね。そうですね、はい、どうにもなんないですね。今回その、まあ、私が告訴人としてまずは刑事告訴しまして、はい、まあ、業務上過失致死ということで、天野重過失致死ということで麦島ということで、まあ、訴えたんですけど、まあ、そこは、まあ、熱海警察署にも異例の速さで受理されたというところがありますが、はい、プラスで今後 5,6 人の告訴人が出ます。刑事告訴でします。その時は、はい、はい、その時はですね、天野に対しては殺人罪で告訴します。まあ、9月の28日に集団訴訟、民事の集団訴訟を起こします。でその後、まあ、10月に入ってから、新たに、刑事告訴で、まあ、天野は、まあ、殺人ということで刑事告訴します。なるほど。はい、麦島は変わらず重過失致死なんですけれども、はい、まあ、天野に関しては、まあ、これは未必の故意があるということが、まあ、弁護団の判断でされまして、で今過去にその天野や麦島と、取引先だったとか、関係者だったっていうですね、内通者が結構今協力を申し出てきてくれてるんです。なるほど。でそういうような情報なんかもこう相対的に見るとですね、これはもう住民が死んでも仕方ないだろうっていうような勢いでですね、やっていたと、違法なことをやっていたということがもう判明してきましたので、今回これはもう殺人罪、まあ、非常にハードルは高いだろうけれどもやっていこうというふうになりました。そうですね、あと、まあ、天野がその、まあ、死を恫喝していたということに関して多くのこれ目撃者もいます。例えば熱海市役所で、はい、先ほど言った調圧槽という貯水槽ですか、水槽が以前、まあ、盛り土が少し流出したせいで土砂で埋まってしまったことがあるんですね、はい、でそれに対して熱海市がどうにかしろというふうに、まあ、天野に対して言ったところ、その天野の土地の中にあるものをお前らが勝手にそんな所有物だって言ってるだけで俺らには関係ねえと、でどかすんなら自分でどかせっていうことをですね、まあ、熱海市市役所のロビーでも大声張り上げながら統括してたっていうところはですね、被害者の会の中でも一人それを現場で目撃してる人もいますし、ですのでかなり悪質にですねやっていて、まあ、熱海市も腰が引けちゃったっていう。なるほど。それおそらくでもそこを対応していたのは市議会の議事録でも何度か出ている、熱海市の、はい、観光建設部が、はい、担当してらっしゃったってことなんでしょうかね。温泉水道課とかっていう、ところですかね。静岡県の対応ですね、はい、例えばその、はい、まあ、難波副知事になるわけですが、はい、まあね、知事でも副知事でもいいんですけども、はい、そちらから何か、はい、まあ、被害者の会だとか、はい、何かしらの、そのコンタクトは取られているんでしょうかね。静岡に対してはまだ何もしていません。何もしていない。まあ、我々知ってる話では例えば義援金の件も含めて、はい、全部静岡県がやるからこっちに全部よこせというような形でですね、はい、やってるんですけど、熱海市がそれを誇示してるっていうような話を聞いたりしてまして、あとはですね、はい、実際に今回のその盛り土って結構大掛かりなものなので当然静岡県の管轄だろうっていうふうに私なんかも認識思ってたんですけれども、はい、調べてみたら実はそうではなくて、静岡県はそこに関しては何も把握してなかったそうです。今回の、盛り土云々に関しても、はいはい、把握してなかったと。把握してなくて熱海市が全て熱海市の独断で動いていたっていうことが判明しまして、つまりそれは熱海から静岡県に対して情報は出さないというような体制でいるということですかね。はい、はい、
で何を隠してるんだか分かんないんだけどっていうことはおっしゃってましたね。ああ、これはちょっと驚きの発言ですね。もしかしたら今のこの通話の中で一番驚いてる話ですね。要するにその行政との連絡というのは、密に取れてるものだと。はい、で合同調査、まあ、合同というのは、まあ、熱海市の方でその技術的な云々というものはですね、はい、それは、体力的に無理でしょうから、まあ、基本的には静岡を主体として、はい、で熱海市がそれを、情報提供という形でサポートするような形で、一緒にその解明をやろうとしているのかと思いきやそうではないと、はい、全然なんか分かんなくなってきましたね、熱海市の対応が。そうですね、ですから何かを隠したいでしょうね。なるほど、はい、全国的に見た場合ですね、要は静岡県外の人間が見た場合に、はい、一見ですね、そのナンバー副知事がですね、はい、行政の責任も含めて、これから解明するというような話があって以降ですね、でも全く解明されている状況にないので、いやそれポーズだけかと、はい、口だけかとおいうような、印象がですね、僕らの中にはあるんですけども、まあ、実態としては、はい、そのもっと手前で熱海市と静岡県が全くこうコミュニケーションがうまく取れていないと。取れていないと。ちょっ 現場レベルでは、はい、あの静岡県から職員を送ったりっていうようなところはやってるっていうのは私も存じてるんですけども、はい、まあ、いわゆるそのトップ同士のですね、そういう、こう情報のやり取りであったりだとかっていうところ、連携が、できてないと。これはちょっと報道ベースでは全く出てこない話ですね。出てこないですね。あのそれはあの静岡県議のですね、はい、藤曲県議っていう方が、はい、あの我々被害者の会のあのまあもともと10年以上にわたって、まあ、盛り土問題を追及してきた人とのパートナーですから、はい、昨日その人とも私あの1時間ぐらい電話で話してたんですね、はい、でその時にあのその今言ったような熱海市の対応があの話題に出まして、何を隠してるでしょうかねっていうふうに、まあ、その県議も不思議がってたと。なるほど、まあ、要するにだからその被害者の会が、まあ、疑心暗鬼になるのはね、それは立場としては当然なんですけども、それをサポートする側の県議から普通に見ても、はい、なんか隠してるんじゃないとかというような印象がすでに出ているということですね。すでに出ているということです、はい、ということでいかがでしたでしょうか。前半のインタビュー動画まだ見ていらっしゃらない方はここから先の話がわからなくなるかもなので、できればそっちの方も見ていただきたいんですけども、後半の内容を一言で表せば全員最悪アウトレイジ。地元議員でさえ何も仕事をしやがらねえなーというのがよくわかりましたよね。立憲の渡辺秀陽とお前は野党合同ヒアリングをしただけで被害者の気持ちを分かったつもりになってんじゃねえかと。それからもっと悪いのは自民党の勝俣孝明。お前さん静岡ロックだろと、なんで動かねえんだよと。相談事は秘書にお願いします。じゃあねえだろと。お前が率先して渡辺秀陽にもいっぱい動いて、御用聞きをして、そして地元の皆さんの信頼を勝ち取って、次の衆院選で渡辺秀陽と真っ向勝負するんじゃねえのかよと。はい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 、分かってますよ、分かってます。勝俣議員がどうしてこれに動かないのか。あんたの所属は二階派だろ？開発会社の天野と二階がお友達だから、この辺ほじると二階さんの顔に泥を塗るっていうことで、触らぬ神にたたりなしってことなんだろうって。もう終わってますよ。しかも、勝俣議員、あんたのブログあれ一体何だと。7月3日の発災からですね、この2ヶ月ちょっとの間、熱海の話題に触れた、あなたのブログは、7月11日と8月31日のこの、たった2回だけです。そして、彼はですね、ツイッターも持ってるんですけどもね、災害に触れたのはこの2ヶ月間で、7月20日のたった1日だけですよ。え？お前、マジかよ。やる気あんのかよと。あんた地元が沼津だからね、熱海の票は繋がんねえべよってことで、知らん顔してんのかな？静岡の皆さんね、天変地異みたいな災害の時でさえ動かない国会議員がここに普通にいるんです。よこしまな気持ちでもいいですよ。目立ちたがり屋でもいい。理由なんてどうだっていいんですよ。全国が心配している熱海の崩落現場災害事件。これが自分の選挙区で起きているのにほったらかしにしている議員はアホですよ。これについてはですね、渡辺秀の方がブログで頻繁に状況報告してるんでね、まともですや。いやいやいや、
まともじゃないんだよ。本当はまともじゃないんだけども、ブログで報告しているというだけでまともに見えちゃうんです。もうね、それくらい議員が何も仕事してないんですよ。もう本当に静岡の議員ってね、闇落ちしてると思いますね。静岡の皆さん、だからね、被害者の会の瀬下さんが市民になってサポートしてくれたといったね、熱海市議の橋本和美さん、それから米山秀夫さん、そして稲村千尋さん、このお三方プラスですね、県議員で藤曲隆弘さん、この4名はちゃんと覚えていてください。それ以外の議員は熱海の崩落事故真剣に取り組んでませんからね。それからこれは最大の驚きでありますが、熱海市と静岡県で意思疎通が全くできていないということです。僕らは左寄りの川勝知事についてね、このへっぴり腰なへんてこ知事は何なんだろうってね、そういうふうに思うのと同時に、その下の難波副知事が徹底的に解明と言っている割にテクニカルなことばっかに終始していて、現場の事務レベルで天野や麦島にどう対処してきたのか何も解明せずにどうしたんだと疑心暗鬼になっていたんだけれども、瀬下さんの話ではそもそも熱海市が情報を開示しないので静岡県でも調べようがない状態に陥っているということです。で、さらに言うと前半からの引き継ぎになりますけどもね、瀬下さんはそもそも斉藤市長が麦島と癒着してるんじゃなかろうかと、そんな実行の中だから麦島が不利になるような情報をオープンにしたくない、だから静岡県に対してもあるいは被害者に対しても情報をオープンにしない、隠蔽の可能性ありと感じております。もちろんこれは疑惑の域を出しておりませんけどもね、状況的にはでもそう考えざるを得ないので、今弁護士を入れて洗ってもらってる最中ということでした。この件はもう警察が動いておりますし、裁判沙汰も確定なので、よほどのことがないと新しい情報ね、特に行政側の方から出てこないっぽいですが、何か進展ありましたらまたお伝えしようと思います。それからね、今ほど被害者の会のホームページ立ち上がったそうでして、こちらのホームページから直接被害者の会の皆さんに義援金を送ることができるそうなので、 URL 概要欄に貼りましたので、そちらからぜひご覧くださいねと。今回のインタビュー、テレビや新聞ではわからない情報見つかりましたって方はね、ぜひチャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。